左きひでチャンネルどうもこんにちは今週も一ついきなりひでチャンネルよろしくお願いいたします選挙終わりましたね何言ってんだといやいや先週もいきなりひでチャンネル月金でお届けしましたけども収録したのはですね実はその選挙当日の前々前,前日木曜日でえ <laughs> だからあの、選挙結果というのは全く知らずにやってたんですけども、今度の選挙ほどですね、あの、NHK をはじめとして、各局各新聞社、まあ、軒並み予想が外れましてね、選挙速報、夜の8時3分前ぐらいから始まりましたんですけども、NHK が自民党はこのぐらいってね、出した。 最上限の数字よりもですね、より上いっちゃって、えー、自民党は261ですか、ねえー。絶対安定多数というのを取りまして。いやあら、驚きましたね。<laughs> 本当に。で、甘利さんは、幹事長。さすがに自民党長い歴史の中で、現役現職の幹事長がですね、選挙で落選というのは、 まあ、まりさんの場合はですね、えー、安全ネットのね、えー、比例の方で入りましたけども、あれはかっこ悪かったですね。で、G 表明で、さしょうがないですよね。うん。びっくりしたのは、茂木外務大臣がですね、えー、今度幹事長になったっていうことでいただきました。神奈川県の回答ランマさん。あまりじゃない。国民支持なく、今、茂木。これわかりますかあまりじゃないっていうのは、 あまりさんのことですね。今モテキっていうのは、今モテギ。ね。えー、モテギさんが幹事長になったと。えー、幹事長のあまりさんがまさかの小選挙区敗退。責任取って幹事長職辞任の後は、モテギさんが就任。ね。えー、モテギで人気と支持が集まれば、なおいいのですけどね。というね。えー、自民党支持の方なんでしょうか。 いやだけど、いろいろ、あの、選挙後のね、特番も含めて見ましたですけども、あの、立憲民主党はね、さすがに泣いてましたね。泣いてました。あの、福山幹事長がですね、えー、あと一番、あと一番の激戦を制すればね、全国でね、31区もね、そういう競い合いのところがあったということなんですよ。ね。 そこで、神田のスーさん。あと1万、31もが、あと1万。<laughs> えー、例えば、31全部取ってたら、もちろんね、えー、あんな惨敗はありえないし。まあ、小選挙区ではですね、大変検討して、立憲民主党をね、議席を取ったんですけども、まあ、何しろね、比例の方で全然、ガタガタでしたね。 あれはなぜなんでしょうかね。あ、私も選挙に行きましてね。そうだな、午後の3時ぐらいだったですかね。近くの小学校行って、出てきましたらね、なんかワンショー巻いた、えー、紺のね、えー、上下を着たお兄さんが近寄ってきて、要するにね、あの、出口調査の、え、どこの人とか聞きませんでしたけども、えー、係員で、えー、iPad みたいなのを出されて、今みんなこんなんでポンポンと押すんですね。あなたの年代はなしすって、70以上。 70以上がね、最高なんですよ。70以上、ポンとして。支持政党、なしとか、とどうして。で、あなたは小選挙区で誰に入れましたかこいつに入れましたよ、とどして。ね。えー、比例は、こいつに入れました。うん。で、えー、最後に岸田内閣を支持しますか、しませんかゲットして。一 <laughs> 1分もかかんないですけど、どうもありがとうございました。え、あれ、なんか、話に聞くと、午後の3時とか4時とか、その辺で締め切っちゃって、 夜の8時のね、速報に間に合わせるにはですね、随分んなんていうのかな、アバウトな数字になりがちだみたいなことをね、言ってましたですけどね、どうなんでしょうか一体よくわかりませんが。当選のバラ、寂しく見てるマリさん。ね。僕はどうもね、その甘利さんが、あの、週刊誌報道するところの、ね、例のところから大臣室で、 現金の50万円を取っていくところに入れたと。1回だか2回だか知りませんけど。あれがどうもね、鮮明にこう、イメージとして残ってね。まあ相当の打撃だったでしょうね。当選のバラ、寂しく見てるあまりさん。えー、千葉県の中太郎さん。えー、みんな同じように、えーまあ、感じたんじゃないでしょうかね。 いつもいただく野木爪三事さんも、千葉県の83歳。総理より民意は厳しいまり氏に。今度の選挙で自民は勝ったけれども、まり氏をはじめ現職大臣と小選挙区で敗れ、比例で復活の現象をどう見るべきか。ほんと、野木爪三事さんのおっしゃる通りですよね。私笑っちゃったのはね、 今日日も,あのもう選挙終わった週の、ね、木曜日なんですよねでこれえご覧いただくのは来週の月曜日分を今収録してるんですけど電車乗ってあのー、大井町線に中延っていう駅があるんですよね。で中延の駅トン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 と階段上がって外に出ましたらね「え松原でございますありがとうございます松原でございます!」。 昨日、松原さん、自由が丘、うろうろしてて、選挙カーが、松原でございます。当人です。とも言っちゃってね <laughs>。よっぽど嬉しかったんでしょうね、松原仁さんね。ええ、あの、石原さんを破りまして、弟さんの方ですけどね、いた子一枚した地獄ですからね。ええ、猿は木から落ちても猿だが、第二は、選挙に落ちれば、ただの人。 だから、松原さんはね、小選挙区で当選ですから。あの、小選挙区っていうのはね、やっぱりね、グレード高いんですよ。神奈川県の某所ですけども、そこで、いわゆるまあ、あの、いろんな団体のね、パーティーの司会なんかしている人がいて、で、その人が言うには、ある人もですね、国会議員とかみんな来るじゃないですか。本人が来たり、秘書が来たり、いろいろ来るわけですよね。でね、こういうことがあったと。 比例区で当選してきた人が年齢が上だったんでね、先に呼んだんですって。それで小選挙区の人がね、だから結局先生の紹介で後になっちゃったらしいんですよ。そうしたら終わったらね、えらい怒ったらしいですよ。何をやってんだと。あいつは比例だろうと。こっちは総選挙区なんだ。ね。選挙の礼を受けてきたんだ。ってね、もうカンカンに怒ったと。 当人がですよ。うん。その人は相当偉くなったそうでございますけどいや、だからね、そのぐらいのプライドがあるんですよ。あるんです。ね。えー、だからあの、この間、先週はゾンビ議員なんつうのまたね、揶揄してやりましたですけども、言いましたが。だから、小選挙区でやっぱり当選をして、えー、それで比例は関係ないと。できれば、比例区なんかには名簿に名前入れないでくれ。ね。そういう人もいたわけですよ。 岸田さんなんか、さすが総理は入ってませんでしたね。えー、それから小泉慎二郎さんなんかも入ってませんでした。えー、何人かいました。東京都内でもね、選挙に強い安倍さんの家庭教師の人はやっぱりね、えー、そういう状況というか。だからまあ、国会議事堂、えー、赤じゅうたんをね、踏みしめる人はね、数多くあれど、やはり小選挙区で、ね、どんなこと言われたってあの、ね、 麻生さん、むちゃくちゃ選挙強いじゃないですか。ね十何万票も取ってね。えー、そりゃ言いますよ。気をつけよう。ね、これはあの、麻生さんが言ったんですけど、気をつけよう。暗い夜道と三回生とか言っちゃって。え、三回生もなんか触割ぐらい落ちちゃって、なんかちょっと耳にしましたけどね。よくわかりませんが。えということで今日はですね、え、えー、そうです。選挙の方からですね、 え、いろいろ言いました。で、最後は、小田原のテル子さんという方が、競い負け、枝の向こうは、ゴリ夢中。政権交代を目指すも、自公ばかりが維新にも、競り負けた立憲民主党、枝野さんが代表を退き、未来は見通せるのか、霧が深いのではという、競い負け、枝の向こうは、ゴリ夢中。いや、私もね、 枝野さん、別に嫌いなわけではないんですけども、なんと言ってもね、あの民主党政権の3年間のうちの、ね、菅総理のね、官房長官やってて、えー、原発のあの大惨事の時もですね、直接人体に影響はないの、大したことはないのみたいなことを散々言って、あの時のね、信用ならないという感じのね、 枝野さんのイメージがね、もうこびりついてましてね、もう退かれた方がよろしいと思いますよ。あれだけ強力なインパクトでマイナス点食らっちゃうとね、菅さんよく通りましたね。まあいいか。えー、というようなことで、えー、選挙の総括を私なりにさせていただきました。千里浮かんだらこちら、陳明もこちら、ご意見も全部こちら。今週もいきなりヒデチャンネルよろしくお願いします。では今日はこの辺で。ではでは。